レーニングとはウエスタン馬術における競技の一種である。ウエスタン競技場の馬場における運動能力を競うものであり、ブリティッシュ馬術における馬場馬術に否定される。スライディングストップレーニング競技は駆け足により、大小のサークル、リードチェンジ、スライディングストップ、ロールバック、スピン、バックアップといったマヌーバと呼ばれる運動を様々なパターンで組み合わせた。 規定演技を行うものである。また、規定演技だけではなく、音楽と共に行われるフリースタイルもあり、これはバババ術の自由演技に相当する。レーニングでは人馬ともリラックスしているべきではあるが、馬のすべての挙動は高度にコントロールされている。最良のレーニングホースは抵抗することなく、熱心に進んでガイドとコントロールに従うべきである。こうした点は、 ババ馬,馬術の規定と同様である。また、踏み込んだ後足に馬体重を負荷させ、前後を軽くするという馬術の基本において異なる。ところはない。しかし、レーニングでは馬に統計を延伸させ、レインを緩めることで、馬自身にバランスを取らせるのに対し、ババ馬術では手綱を軽く張り統計を上げ甲を深く、曲げた、収縮姿勢を求める点で異なる。また、フリースタイル以外では、 片手手綱が必須であり、しかもレインハンドを変えてはならない。これに反すると、ノースコアとなる。レーニング競技会は、他のウエスタン馬術競技同様、観客が歓声を上げる、賑やかな雰囲気に包まれる。選手にはウエスタン風の服装が義務付けられる。すなわち、ウエスタンハット、襟付き長袖シャツ及びウエスタンブーツである。また、しばしばチャップスが着用される。レーニングでは、 各競技人馬は70ポイントを与えられており、定められた運動ごとに加減算された上で、総合評価を受ける。レーニングで行われる各種の運動は、ウエスタン馬術の歴史の中で生まれてきたものだが、1949年にアメリカクオーターホース協会により馬術競技として認められた。その後、1966年にナショナルレーニングホース協会が設立され、競技を主幹した。 2000年4月には国際馬術連盟競技種目として採用され、2002年のスペインのヘレスデラ・フロンテーラ大会から世界馬術選手権の正式種目に加わった。フェイ公認大会は2001年には3件であったところ、2006年には41件に増加しており、開催地もアメリカ、カナダのみならず、イタリア、フランス、スイス、チェコ、イスラエル、 ブラジルに広がっている。スピンパターンと呼ばれる規定演技は、フェイのレーニング競技規則では10種類定められており、以下のマヌーバ7から8種類の組み合わせで成り立っている。スライディングストップ早い駆け足からの後足のみの、停止運動。講師は、馬の尻が下がるほど、馬体の元に大きく踏み込まれ、左右揃えて前方に突き出し、一方で、前足は、 ペダリングと呼ばれる自転車こぎのような前かきを行いながら時に10メートル以上もババを滑って停止する。レインを緩めて自由な首で自らバランスを取らせれば馬に無理な力がかからない。前肢で踏ん張って止まるようなスライディングストップは減点の対象であり故障の原因となる。フェイのレーニング競技規則ではスライディングストップをレーニングの成果であるとしているスピン講師を軸に 早足で回転する運動。バババ術のそれよりも速い回転速度で、4回転またはパターンにより4回転と1、4行われる。ルール上は、軸となる、内方向子が同じ位置にあることが求められているが、回転すべてにおけるスムースさが最重要視される。サークル円を描く運動。大きく速いサークル2周と、小さくゆっくりなサークル1周が、パターンにより組み合わされる。 スムースな歩み様とスピードのメリハリ、コントロールにおける馬の従順さが求められる。リードチェンジ駆け足は左右非対称の歩み様だが、これを駆け足を維持したままで左右を入れ替える運動。左右のサークルの交わる一点での変換を要求される。バックアップ情報によるスムースで反抗のない交代運動。ロールバック180度の方向変換。 パターンではサークルを閉じず直線運動に入った後、スライディングストップ、ロールバック、駆け足発進と連動させる。採点上は、ランダウン、スライディングストップ、ロールバックの3点を合わせて審査される。ヘジテーと静止したままでいること。このことで、馬の従順さ、指示の理解度を求められる。スピンのような、激しい運動の直後に、次の運動に移るまでの間。 ヘジテートを求めるパターンが多い。リラックスした静止を数秒維持しアピールする。ブリティッシュのバババ術の停止は、収縮姿勢のままでいることが相違する。フェイルールフォーレイニングイベントセカンドエディション、アップデート2008アーティクル304から2フェイルールフォーレイニングイベントアーティクル303フェイルールフォーレイニングイベントアーティクル311フェイウェブサイトアバウトレイニング フェイルールフォーレイニングイベンツアーティクル300ゼネラルありがとうございます。